頼りになるやつだ。もんですか。俺の手にかかったこと、地獄で誇れ。
お役目は重要だが、視野を狭めるな。異界を巡れば新しい発見もあるだろう。これか、白の高密度結晶とやらは。きっとそうよ。でもどれくらいあればいいのかな。とりあえずありったけ集めるぞ。嫌な場所ね。気をつけて。何度でも潰すだけだ。情けねえ。こんなところで終わりか。鋼鉄の体になってまで生き延びたのによ。何のために俺は。なあ時継ぐ、一つ頼み事をしてもいいか。私に何かあったらまほろばのみんなを頼む。なんだよ、縁起でもねえ。お頭にでもなるってのか。お頭には紅月がなるさ。ただあの子には弱いところがある。お前にはそれを影から支えてほしいんだ。また影からかよ。いつまで俺は日陰者でいりゃいいんだ。日陰者は嫌か。そりゃそうだ。俺はとびきりの勇者になりてえのさ。何が面白え。いや、すまない。私は
お前のそういうところが好きだ。そんなお前だから託したい。里を頼めないか、時継ぐ。俺はごめんだぜ。勇者ってのは光の中にいてこそなんだよ。そうか、なら仕方ないな。俺はあの時約束できなかった。一言分かったって言ってやればよかったのによ。だからこそ行かなきゃならねえ。里を守らなきゃならねえ。ひよっこばっかりだからよ。俺がついててやらねえと。ああ、でも足が動かねえ。博士、今頃どうしてんだ。一人で大丈夫か。飯はちゃんと食えてるか。お前は好き嫌いが激しいからな。頼む、誰か俺に力を貸してくれ。もう一度だけ。遠くから声がする。はあ、お前か。説明書通りにやっても起きんな。おい、目を覚ませ。しっかりして、時継ぐ。耳元でがなるな。うっさくて仕方ねえ。時継ぐ、まだ生きてやがる。お前たちが助けてくれたのか。懐に取扱説明書が入ってたんだな。その通りにしてみた。取扱説明書だと。博士の野郎、味なこと。ありがとうよ、お前ら。お前の声が聞こえたぜ。これでまだ俺は戦える。とびきりの勇者が復活したんだ。準備は万端だな。行くぜお前ら、マホロバの里を取り戻しに。さっきまで死にかけてたのによく言う。うるせえよ。俺には戦う理由があんだ。いつまでも里を好きにはさせねえ。急に張り切っちゃって、何かあったのかしら。なら作戦を練らんとな。正面突破を挑むほど俺もバカじゃない。私に任せて、いい案があるの。本当に大丈夫か。ふっふっふ、お姉さんに任せなさい。肝心の死体は上がらず、目撃者もたった一人だけか。どうも気なくせ、嫌な予感がするぜ。少し調べさせてもらうぜ、軍師式。なるほどな。
仕方。じゃあ行くわよ。みんな準備はいい？